おはよう、こんにちは、こんばんは、アンニョン。今日はね、みんなアイズワンのメンバーが食べたもの食べたくなりませんかってことで、アイズワンが日本に来た時、オンチカってテレビに出たねんって。そこの番組でね、食べに行ったいちごエクレア、メンバーが食べたいちごエクレアを食べに行きたいと思います。アイズワンがテレビで食べてたスイーツ、いちごのスイーツのエクレアの店に行ってお持ち帰りして家で食べたいと思います。食べれんかったけど、番組内で食べたのはヘホン、チェオン、ウンビ、この3人がね、番組内では食べれたんだけど、モニョンはねゲームに負けて食べれなかったんですよ。ってことは僕とモニョンは一緒、食べれなかったんです。わかる？この気持ち。モニョン食べれなくて僕も食べれなかったってことは一緒。みんなはね、メンバーの好きな食べ物ね、食べたりしてますか？チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に友達になって、アイズワンをこれからも応援していこうね。